スタートしました真ん中から11番サイファーシティ コースターとレモンポップもいいスタートを切っています内から押して2番アメリカンファクト先頭に立っていきました8番レモンポップ2番手につけていきますすぐ後ろから4番オーマイガイ接近していって11番サイファーシティ内から1番五代力ここまで先端です2バシンがいて16番ファシネート Z 内に12番ブーチーニがいっています1馬身差3番ジュリオは中段から残り 1000m ニバシンがいて6番イリオム内に入って10番ゼンのジャスタ外は14番フィルストバーン3コーナーカーブしていきます2バシン空きました13番ローレル・ジャック 7番カルリーノそして15番の大審稲荷前半600を35秒3でいっています34コーナーの中間あと後ろ2頭5番のデピティープライム後方2投目のインコースその外に9番フィールザファラを後方で並んでいます4コーナーのカーブへ2番アメリカンファクト先頭リード1馬身、8番レモンポップ2番手 直線コースに向かいます外に出して徐々に差を詰めていって並んでいきました残り400を通過この2馬身くらい後ろ力は五代力ジュリオ馬群の中から外を追い上げて16番ファシネート Z11 番サイファーシーブッチーニがその後ろあとは10番ゼンノジャスタと追って200を切りましたこの間に一気に突き放した8番レモンポップ4馬身5馬身のリードファシネート Z 迫るブッチーニが今3番手差を広げたレモンポップ圧勝ゴールイン 2着はどうか16番ファシネート Z でバれたかこれに12番ブッチーニが迫って追いましたがわずかに3番手のように見えました